えー、それではお二人目のスピーカーをご紹介いたします。田中美咲さんですよろしくお願いいたします。おはようございます。はい、私はこちら。あ、スライドを進めてください。あ、進みますか？あ、あれ、あ、このスライドから始まるんですか？ 私は有機的解散と発展的伝承という新たな組織の終わり方を発明しそして残りの半年間私たち卒業するんですがそれをこれを実現することに時間を費やそうと決めました私はというと防災という社会課題を非営利団体という組織で防災があるという組織で解決をするものと社会課題に特化した PR 会社を昨年から立ち上げ運営しているんですが どちらにおいても何かしらの社会課題を解決するためにアクションを取り続けようと決める人生を送っています。そそそして、これを立ち上げるそもそもなんですが、私は、 あの昭和63年生まれなんですが当時から目の前でいじめられてる子がいたら助けたくなってしまうタイプの人間でそれがさらに加速して東日本大震災当時に当時勤めていたサイバーエージェントという会社を辞めて福島県に移住し復興支援にフルコミットするような選択をしてきました。 さっきの防災ガールという方はですね23歳の頃に立ち上げて今30歳になるまで約6年か7年間運営してきたんですがもう見てもわかる通り20代のほとんどを費やしてきたのでどこか普通の女の子に戻るアイドルのような気分でいますあ朝から苦笑をありがとうございます <laughs> はい。皆さんはちなみに私たちのようにどのように終えるかという話し合いをした経験はあるでしょうかそしてこの 終わるということを少し悲しいイメージだったりだとかネガティブに捉えてきた経験はあるでしょうか実際に私たちはもともとの防災が当たり前の世の中にしたいっていう目標を達成するためにどうしたらいいかという選択肢の中の一つとして終わるという決断があり私たちはそれを選択しましたなのでポジティブかつ前向きな終わり方ですそれが先ほども お伝えした有機的解散と発展的伝承になります今日はぜひ皆さんに朝一番始まりではあるんですがこの終わることにちょっと注目して一日を過ごしてもらえたらなと思っているのでそもそもこれはなんぞやというところをお伝えしたいなと思っています私たちが生きる時代はどこか企画や組織を立ち上げることのハードルがすごく低くなった時代を生きているなと思いますまあインターネットが発展することによって ほとんどまあショップを運営するのも実店舗じゃなくオンラインショップから始めてもいいし趣味は趣味のままとどめなくてもいいようになったんじゃないかなと思うんですがこんなその立ち上がりやすくなった組織だからこそ私たちの団体も未経験かつ専門家がいない組織なのにもかかわらず。 20種類以上の商品開発をしたり80以上の企業、行政、学校と連携できるようになったり自分たちの企画やプロダクトが70市町村以上にも展開できるようになったのはいい成果なのではないかなと思っていますただ一方でその立ち上がりやすくなった反面継続発展することが難しく終わるという選択肢を取りきれてないところはたくさんあるのではないでしょうか地方の観光地で観光客が来ないところもそうだし 担いでのいないのなな伝統文化とかも皆さんご存知なところはすすごく多いいいんじゃないかなかと思いますそしてこんな言葉を私は自治体職員によく言われるんですけど移住定住してほしい観光客増やしたいとか思いの詰まった方々で何か手伝いたいなと思い私たちもよくお話をするんですがでもこの裏にはやっぱりどこか継続発展することこそが素晴らしいとされて本来の目的とすり替わってしまっていることがすごく多いなと思ったんですね。 なので私たちは継続発展はあくまで選択肢の一つであって継続発展したその次に何を成し遂げたいかとか何を実現したいかが本質なのではないかと問うようにしていますそこで私たちは1864年にハーバード・スペンサーという社会学者の方が発明した言葉サバイバル・オブ・ザ・フィッテスト日本語で言うと適者生存というんですが流れゆく変化の中で 適したものだけが残っていいくという考え方がありますこれをもとに新たな組織のあり方を考えようと視野・視座を高めて今までであれば「what we want to do」という私たちがどうありたいか何をしたいかと考えていたところからより良い世の中だったり私たちが実現したいことを実現するためには私たちがどうあるべきかと考えるいわば東洋の一元論のような考え方を用いるようになりました。 そうすると、じゃあこの大きな流れを作るためには強い強者が1人だけがいるのではなく多くのチャレンジャーが増えた方がより良い世の中が実現できるのではないかと思い私たちは防災というジャンルで特化したトップバッターではなく防災の大きな業界を作るためのアクセラレータープログラム教育プログラムを実現して 原子用途自分たちが6年間培ったすべてのリソースを分かりやすくまとめ無償で完全に提供しその今です、ね、これをえっと引き継ぐ相手6団体を選び加速させる半年間を集中的にやろうと決めましたそれがこのプログラムなんですが防災に特化しているこのアクセラレータープログラム教育プログラムは世界中見てもこれまでもこれからも今回しかないと私たちも自負しています。 実際にその選抜された6団体もとても素晴らしいもう本当にダイヤの原石だなと思う団体が選ばれたんですが防災×林業福祉エンターテインメント心理プロダクトサースと今までにないジャンルから防災に食い込む人たちもいれば防災を新しいイノベーションを起こしたいという団体もいるのでぜひ皆さんもこのプログラムを私たちの Facebook ページでも随時更新していくので見ていただけたらいいなと思うのと皆さんが今ここにいる この日本は世界中から災害大国だと呼ばれていて本当にこれからも防災をどうにかしなければならないと世界中が見ている中心のポイントになっているのでぜひ皆さんも何かしら今持つリソースを使って私たちでもいいですしご自身の防災に取り組んでもららえたら嬉しいいなと思っています皆さんにとって終わるということはまだ少し悲しいイメージだったりネガティブなイメージを持っているでしょうか。 そしてぜひ皆さんが関わる組織や物事をどのように終わるかということを考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。以上です。ありがとうございました。うもうあのすごい流れるようなプレゼンテーションと完璧にマッチしていてありがとうございます。ちょっと私のあの。 私のというかこう皆さんのまあ理解をもう一段深めるためにちょっとこの質問してみたいなと思うんですけれども、はい、まあ途中までえっとまあ終わるということの話とまああの継続発展という話をされてました、はい、それで最後の方にこの今あのなさっている活動の,あの防災のところを触れていただいたんですけれども、はい、この終わるということとこの防災というところのこのつながりはなんかどういうふうに解釈したらいいですかそうです、ね、あの今までですね今まあれば 自分をすごく棚に上げて言うと若者×防災で何かをやりたいとなったら大体うちに連絡が来てしまうという旗振り役にはなれたんですけど業界を進める役目にはなれてなかったなと思っていて。 もちろん儲かりたいんだったらそれがいいんですけど儲かるためにやってるわけじゃないのでそうなると私たちが居続けることによって業界や時代のボトルネックになるのではないかと考えたんですねなので時代を継続させ業界を継続させるために私たちが終わることによってそれを加速させたいと思いました。 じゃあ今までやってきた形をこう進化させていくというようなイメージですかかねわりました今、い番この防災というのもすごく幅広いですし特にこう何かに特化しているということはありますかそれとも,もう日本にある防災幅広くという感じで活動されているんでしょうか私は今までは若者に向けた若者の防災に関する無関心というところを課題解決するためにアクションを起こしていたんですけど。あの それよりもなおこの業界のなんてううんでしょう同じことをずっと繰り返してしまっているところだったりだとかプレイヤーの権利を持っている人たちが高齢で若者が育たないという文化自体を変えなければならないなと思ったのでその全体を動かすというか1個フェーズを上げる役目になりたいなと思っています。まま、はいはいうん、まさにさにっきのの矢印のスレプレゼンのところですねあありりががととううごござざいいししたた